完成した3発のケーバーライト爆弾が盗み出され王国内に運び込まれた。上層部はこの爆弾が戦争の引き金になることを危惧している。デカ赤向こう、ジャドデカが撃たれた。サラダ近くにいるはずだ。行くわよ。爆弾探しですか？もし暗殺に爆弾が使用されれば共和国に疑いがかかる。ここにいる全員が狙われる可能性もある。いつでもよいぞ。トラップだ。共和国の仕業では。私は第二王女として。何か悪いことでも起きなきゃいいけど。いいの。あなたみたい、あなたみたい、ずっと一人で。また誰かが狙われるかもしれない。次は戦争になる。なりふり構ってられないんだ。ダメだ、ハンゼ。ダメよ、ハンゼ。プリンセスプリンシパルクラウンハンドラー第2章2021年9月23日公開。